はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、国土利用計画法の許可制について解説いたします。で、許可制については規制区域内で土地取引をする場合の制度なんですね。これは一番最初の動画でおそらく解説していたと思いますんで、まあ、そちらまだ見ていない方はそちら見ていただければと思います。で、この規制区域なんですけども、まあ、イメージとしては投機的な取引が行われることによって、まあ、急激に地価が高騰する恐れがある場所について指定してくるんですね。投機的な取引っていうのは安く買って高く売るっていう、こういったこの利ざやを目的とした取引、そういったものが横行しそうな区域について規制区域っていうものを指定してくるんですね。なので、まあ、これまで解説してきた注視区域、監視区域、まあ、これよりも、まあ、より規制をちゃんとしていかないと、もう地価が高騰してもうどうしようもなくなっちゃうみたいなところを、規制区域として指定してくるんですね。で、規制区域については都道府県知事が指定します。で、その規制区域内で土地の売買などを行う場合は、当事者は知事の許可を受けなければなりません。つまり規制区域内で土地取引をする場合は届け出ではなくて許可が必要っていうところなんですよ。なので規制区域内で土地の取引をする場合は許可が必要なんですね。届け出では不十分なんですよ。許可が必要。届け出っていうのはとりあえず届け出たら OK じゃないですか。事前届け出であっても事後届け出であってもとりあえず届け出たら OK なんですけども、この規制区域内の土地取引では許可をもらわなければその取引することができないっていう話なんですね。で、これについては面積の代償問いません。事前届け出、事後届け出については一定面積以上の取引について届け出が必要でしたよね。一方でこの許可制、規制区域内の土地取引については面積が大きい小さい関係なく許可をもらわなければならないっていうことなんですね。なので売買契約を行う前に許可の申請をします。許可をくださいって知事に対して申請をします。で、それに対して申請を受けた知事っていうのは6週間以内に許可をするか不許可にするのか決めます。で、まあ、許可をもらえればそのまま土地取引をして大丈夫です。売買契約、土地の売買契約をして OK になります。で、もし不許可の場合はこれ土地の取引これできないんですね。売買契約しちゃダメだよっていうことなんでできません。その場合申請者は2つの手段を取ることができます。1つ目が知事に対して土地の買取請求をすることができるんですね。つまり許可をしてくれないのであれば、私の土地知事さん買い取ってくださいよと、まあ、都道府県が買い取るって形になるんですけども、買取請求をすることができるんですね。この点については事前届出を含め届出制にはなかったルールなんですよね。で、もう一つ手段があって、それは審査請求をするっていう流れなんですよ。土地利用審査会っていう、まあ、組織があって、まあ、役所内にある、まあ、担当部署っていったイメージですかね。まあ、そういった組織があるので、そこに対して審査請求をすることができます。これどういうことかっていうと、この不許可処分おかしくないですか、納得いきませんみたいな感じで不服の申し立てをすることができるっていう話なんですね。なので不許可処分を受けた場合っていうのはこの2つの手段を取ることができますよっていうような話です。で、この許可制、規制区域内の許可制についてはあまり試験では出題されないんですけども、でもし出題された場合っていうのは、まあ、解けなくてもいいんですけれども、まあ、基本的な部分が出てきたら、まあ、この内容ですね、この内容そんなに難しくない内容なので、ここの内容が出てきたらぜひですね解けるようにしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。